湯川一族の墓を後にして湯川王子へ向かいます。今見ていただいている風景は1798年に林信明の熊野詣で紀行に描かれている風景とほとんど変わらないようです。それによると湯川へ24丁下るに人家なし、78丁木深きところを巡り下れば左右山狭し、樹草茂り空いたる幽谷なり、枝葉行く道を内を置いたれば日陰も薄き道なれば、なんとなく心細し、それ以前の1201年の後鳥羽院行幸の際、行幸期に藤原定家は地下露から道を夜行して夜中に湯川に着いた。この地やならぬ水ごりを取ったが寒風が吹き相当苦しい記されています。はい、トイレが左側に見えてきました。藤原定家も歩んだ深き木々の間を突き進んでいくと湯川王子に到達しました。湯川一族発祥の地の石碑や現代に建てられた案内板などを見て進むと、木々の木漏れ日の中に湯川王子を示す石碑が立っています。湯川王子は王子の中でも格式の高い準五大王子の一つです。またここは参詣堂の用地で上皇や貴族がしばしば宿泊し休憩をしたところです。そしてこの王子前の谷川で禊を行ったとのことです。今は誰も住むこともなく、ただただ木々の間に時間を積み重ねています。ふと足元の組まれた石垣の間に何か気配を感じたので覗くと、透明に輝く目に出会いました。石の間より私をじっと見つめ微笑んでいるように感じました。少し前に若くして亡くなった親友本田くんが私を見守り、無理をせず君なりのスタイルで進めよと言ってくれているようでした。湯川王子を後にして神輿峠を目指します。ここから最初は緩やかな上り坂ですけど、徐々に引き継ぎ、上り坂になるということらしいです。湯川王子でお弁当を食べて、満腹になりました。少し休んで、元気を出して
進みたいと思います。昔からこの山々の熊野は死者の国であると言われています。私は数週間前に亡くなった親友に会いにこの熊野古道に来ました。15歳からの友で苦楽を共にした私の数少ない親友の一人です。誰も通らないこの道を一人で歩いていると、彼の笑顔や優しく語りかける声が私の脳裏を走馬灯のように駆け巡りました。友よ、今私の歩く姿が見えているだろうか。ただひたすら歩いていると、前方の木々の間に石で組まれた垣根が見えてきました。この辺には石垣の作りが残っています。宇川一族の屋敷跡なんでしょうか。この辺りは昔人々が住まいを構えたという痕跡が残っています。昔熊野詣でをする庶民や貴族がここで一時の憩いを取ったのでしょう。こんな山奥ですので、屋敷跡とかそういったものでない限りはこんな石垣がわざわざ作るわけでもないので、現在残っているというのはかなり昔のものなんでしょうね。石垣の上なんですけど、平坦になっていて、やはり屋敷跡のような感じがします、ね。
道は山深い木々の間の山道となりました。この先に神輿峠があります。しばらくは上りの山道が続きます。左手が山、右手が谷の道。木々が静かに私を見守ってくれています。熊野の山の中をポツンと一人の私が歩いている。心が空洞になっています。力まず、ただ歩いています。急な、上りの道になってきました。石がゴロゴロとあります。登ってきただけで工場景色になっています。道は少し険しい登り道に変わってきました。千年もの時間に掘り刻まれた道をひたすら歩きます。掘り割られた道です。ここは道は一旦平らな道に変わりました。前方に道しるべが見えてきました。
中辺地52です。ちょうどここが滝尻王子から約26km のところです。千年の時が静かに何事もないように歩んでいます。